きも美味しいよね。でもひかでやっぱり一番はなんかタコの唐揚げなんです。なんかお寿司屋さんとかでもあるじゃないですか。スシローもあったっけな、スシローあったっけ。スシローかま寿司かなんか、まあどっかに結構割とチェーン店とかにもタコの唐揚げとかあるんですけど、めちゃめちゃ美味しいんですよ。大好き。クローバーありがとうございます。私はね、もう塩で食べるのが好きです。あ、パラソルもありがとうございます。あ、テントもありがとうございます。山ですって何？何ですか？なんか今、ゴールデンウィークの、あれゴールデンウィークですね。そう、のなんかや、あの、イベントをやってて、あ、テントありがとうございます。なんて言ったらいい、あー、ギフトありがとうございます。いや、なんて言ったらいいんですかね。なんかなんて言うのっていうのかな。あ、これかな。期間中対象ギフトを2000個獲得したメンバーには、その海の幸山の幸を進呈っていう、そう、いっぱいもらうと海の幸か山の幸が当たるよっていうね、皆さんにちょっと協力していただいてて、すいません、ありがとうございます本当に。そうで、それが海の幸はあのパラソルで、あの山の幸はテントなんです。で、私はだから山ですよっていうアピールあ、パラソルありがとうございます。ショールームのイベントです。こんばんは。そう、それを私は山ですっていうあ、ありがとうございます、ギフトいっぱい。あ、プラスあと、あ、主権さんありがとうございます。テントいっぱい送っちゃう、嬉しい、ありがとう。あと、ゴールデンウィーク限定おうちアバターっていうのが当たるんですかね。そうなので、あー、ギフトありがとうございます。俺の光るん何だこれ、なんか、え、タコかなこれ、かわいい。クローバーもありがとうございますデコルテが見えそうで、ひかね、基本的に鎖骨見えない人なの。鎖骨見えない人なの。こうやってやらなきゃね、鎖骨出ない人だからそう、基本的にあんまり見えないね。え、もっとね、鎖骨とか出てたら、もうちょっとここ空いたやつとかね、今空いてるやつ結構多いじゃないですか、来たりもするんですけど、やっぱり出てないとやっぱりちょっとね、ちょっとね、うん、セクシー笑ってんじゃん
思ってないでしょ。テント送るとどうなるの？2000個ですかね、獲得すると私が海ん私がなのかな、なんかしかもちょっといまいちわかんないんですけど、まあ海の幸山の幸が当たるよっていう。そう、私はそして山の幸がいいなっていう。山の幸合ってるわそう、山が好きですって。そう、松坂牛、松坂牛、ちょっとわかんないけどどっちか。あ、ギフトありがとうございます。そう、海の幸もね捨てがたいんですよ。私はやっぱり石川県民だし、お魚大好きだし、でもずっと焼肉が食べたかったんだ私はそう、茨城終わったらご褒美にお肉を食べようって思うくらい焼肉が食べたかったんです最近。だから 山の幸にしました、山にしましたそう、あ、ギフトありがとうございます。そうだから平野は山ですよ、アピールの山ですありがとうございます皆さん。伊勢海老みたいにプリップリ、可愛かったな、なの可愛かったな。可愛かった。あ、そうだ、ヒカ待ってね、なんかヒカね、どっかに何かをしようと思ってたんだけど、どっかに何、いや、いいや、思い出したんでしょ。こんばんは。もうプリップリって年じゃないよプリップリって年ではないんだよ私は。もう、あ、テントありがとうございます。何歳だヒカ、何歳だって自分の年18歳だよ。ポキって言っちまった。てかね、肩が鳴ると怖いんですよ。肩がボキってなると、一回肩ボキって言ってさ、捻挫したことあるからさ、肩を本当にここから上がんなくなっちゃってさ、腕がここまで上がって、もうあとはもうゆっくり、あ、痛いな痛いなって思いながらしか上がらなくなっちゃったからさ、捻挫してから肩がボキって言うとまたするんじゃないかと思ってドキッとします。あー、クローバーありがとうございます。脱臼ではないです、脱臼ではなかったんですよ。なんか病院行ったんです、もうめちゃめちゃ痛くて、本当にこれはもうダンスに支障が出るなと思ってそう、ダンスに絶対支障が出るし、あの劇場の時もとりあえずテーピングとかしてもらって踊ってたんですね。まあそんなね、その後ちょっとすぐコロナになっちゃったんで、なんかそんなたくさん回数その後出たわけではないんですけど、そう、痛くて治んないから、なかなかで腕上げるのも痛いし、もうどうしたらいいんだろうと思って、でとりあえず病院行ったら「捻挫ですね」って言われて、捻挫と思って、これが捻挫なんだと思って、上がんないんだけどな、上がんないのに、あ、捻挫なんだこれが、捻挫ってこんなに痛いんだと思って。そう、今までなんか捻挫とか骨折とかしたことなくって、本当に大きい怪我って本当にしたことない、でこれが捻挫というものなんだ。足つったのもね、つったの初めてなのがチームエイト入ってからだし、それまでチームエイト入って何年目だろうな、3年目くらいかな、で初めて足がつって、あ、やばいやばいやばいと思って、そう、そのくらい本当に何も大きい怪我を、大きい怪我とかそういうことしたことなかったから、捻挫なんだこれがと思って。そう、肩も捻挫するんだって思うよね。捻挫するらしいです。
みんな気をつけてね。急に腕とか上げると本当に急にゴリって言ったりするから、コリッポキって痛くなるから。そう、しかもひかそれが公演のリハの時で、その時はなんかゴリゴリって言って、あ、なんかちょっと一瞬めっちゃ痛かったなと思いつつ、その後は大丈夫だったので、その日2公演で、1公演目した後にうわなんかめっちゃ痛いぞと思って、肩がやばい、肩めっちゃ痛いと思って、そのアンコールの時かなとか、もうちょっともう、もう痛いなと思ってて、痛い、なんで痛いんだろうこんなに、さっきゴリって言ったからと思って、そしたらその後本当に肩上がんなくなってそう、よく踊れたね。なんか踊ってる間は大丈夫だったんですよ全然。まあなんかちょっと痛いなとか思いつつ、そんななんかパフォーマンスに支障が出るものでもなく、まあいずれ治るでしょうくらいだった。そうだから何もしてない時が痛かった。何もしてなくて、なんかちょっとその公演と公演の合間の、まあお昼休憩っていうんですか、時にめっちゃ痛い、やばいなこれと思って、っていうことがありましたね。それからね、割と肩がゴリゴリになるようになりましたそう、結構割と回すとポキポキ言うし、そう、うん、皆さんもだから気をつけてください。あまりポキポキ言うの良くない。結構ね、いろんなところいますよ。肩も言うし、足とかも、足の甲かな分かんないけど、歩いてる時毎回ポキポキ言います大体。不思議だよね、歩いてるだけでポキポキ言うって。ポキポキ言うとさ、関節太くなるとも言うじゃないですか。だからすごい嫌なんだよね。うん、本当に嫌だ。ひかだからね、指とかも絶対鳴らしたくない人なんです。割とさ、小学校の頃とかさ、みんなポキポキ鳴らしたりするじゃないですか。ひか絶対したくなくて、関節太くなるのが嫌だったんです。しかもならなかった。一時期ちょっとやってみたいなと思ったんですよ、自分でも。やってみたいなと思ったんですけど、恋にはできなくて、なんかふとした時になんか曲げて、あ、ポキって言ったっていうことはあったんですけど、恋になんかこうやってボキボキってならないし、そうで、後々、うん、関節太くなるのは嫌だなと思って、やらなくなりましたね。指パッチもね、ならない。あ、ちょっと鳴ってるかも。あ、ちょっと鳴ってんじゃない？指パッチもやったな指パッチもやったな、すっごいめっちゃ頑張った。やめとこう、痛い指の腹が痛い。小指、あ、これももに噛まれた後これね、ひかもね、ずっと気になってんの。爪がね、内出血しちゃって、もともとね、もっと下にあったんです。このあたり噛まれて、この爪じゃないところギリギリを噛まれて、まあでも爪に到達してたんでしょうね。そうしてたみたいで、内出血してそのまま固まって、今伸びて伸ばして切りたいの早く。あ、クローバーありがとうございます。そう、ちょいちょいあるんですよ、爪とか噛まれて割れてみたいな。そう、
そう。やっほー。なんかほくろかなんかだと思っててください。ほくろかなんかだと思ってて。あー、テントありがとうございます。噛むよ。まあもちろんそれはでもさ、ひか、まあそうね、もともとそんなね、あの怖がりなんです、ビビりなので、ちょっとね、うーってなっちゃって、そういうところに手を出した自分も悪い。そう、そういうところに私が手を出したから噛まれる羽目になるんです。だからまあいわば自業自得。茨城ツアーの髪の毛何にしよっかな、今から悩んでる。まあ言うほどもうね、髪の毛ちょっと切ったんでアレンジできないんですけど、噛まれる側が悪いとは、それは何かしら嫌なことをしたんでしょう。氷川は基本的にそう思いますよ。うん、なんかテーブルの上にあるなんかみんなのご飯を食べちゃったとか、なんか人間用のね、人、まあそんなね、食べちゃったって言ってもそんな今まで大事なもの、食べてはいけないものを食べたわけではないので大丈夫なんですけど、そういうのは全部もう、それはモモが悪いんではなくて、食べた置いてある側が悪いって思ってるし、そう、噛まれるのも一緒じゃん。嫌なことしちゃったんだろうな。まあもちろんね、ももの性格上そうなので、うん、そうだから、それを知ってるのに手を出した自分が悪い。そう、溺愛してるから、基本的にもも梅に罪はないです。まあもちろん明らかに悪いなっていうのはちゃんと言います。そう、ももに怒りますよ、ちゃんと。でも完全にそれはもう 人側の私たちの責任じゃないっていうのはもうそれは人、その家族を怒ります。私は置いてあるから悪いって。そう、まあね、自分もまあこんな偉そうなと正直言えないです。靴下取られたりしたらまあママってなるけどねママってなるけど、まあよくよく考えたら全部それはモモの手に取れるところに置いた自分が悪いってなるんです。大好きすぎてね、もうあー、ギフトありがとうございます。そう、もちろん怒るときは怒りますよ。それはしつけだし、そうじゃないと治んないから。でもこっちが改善できるところは改善しなきゃね。怒るとき、ヒカ怒りますよ、普通に。やっぱり人だもの、人間だもの、ヒカオあー、ギフトありがとうございます。ヒカオなんでね。ヒカオですよ、ヒカオ。あー、テントありがとうございます。ひひひひうへへへうへへへって、なんかよくひなのんこんな笑い方してたよね。こんばんは。あ、初見さんだ、ありがとう。ああ、ギフトありがとうございますね、ヒカオだからしてたでしょ、懐かしい。
な。自動車の免許取らないの？あ、今のところ取る予定は全くないですね。しかも本当はバイク取りたいんですけど。これ言うとみんななんか意外、え、嘘って言われるんだけど、結構本当にバイクの免許を取りたくて、私は。そう、まあ多分取らないですけど、取りたいって言いつつ取らないですけど、なんか密かに取りたいなって内心を持ってるんですよね。車の免許はね、まあ必要であれば取ります。でも今のところ私は必要としてないから取らないです。そう、バイク、そう、別になんかバイクに詳しいとかめちゃめちゃバイクが好きだっていうわけではないんです、ごめんなさい、本当に好きな方に、あ、ちょっと申し訳ない、そういうわけではなくて、なんか乗ってみたいなっていう私の憧れというか、そう、そう、割とね、もうみんな乗ってるんですけど、機械は取るつもりないですね、今のところ。大きいやつ、ちょっと大きいやつがいい。こんばんは、ひかるんるんです。そう、うん、そう、だから撮りたいなと思ってるだけで、実際撮るかは分かんないです、本当に。うん、確かにどっちかというと絶対車の方が撮っといた方がいいから、そうなんでね、まあまあまあ分かんないです。テロップの山ですって何ですか？山、あの、天、あの、山の幸ですっていう、なんかあのキャンペーンみたいなのをやってて今、そう、それの山の幸ですっていう意味です。はい、何 cc 引か、もうそういうのも全然分かってないの。いや本当にそういうのも全く分かってなくて、あ、テントありがとうございます。なので、まあなんか気にしないでください。気にしないでください。そう、なんかだから別になんか撮りたいな、撮りたいな、必要だなって思ったタイミングで撮ります、私は。本当に今は別にいいかなって。あー、ハートありがとうございます。お話か、暗闇からでもし、全然いいよ、大丈夫、来てくれてありがとう、イエイ。今若者車離れですからね。そうなんだ。まあ本当に地元にいるならば取った方がいいんだろうけど、やっぱり地元というか、まあ、石川はね、やっぱり 車がないと生活とかは難しいので、あのスーパーが遠いとか、まあ、どこ行くにしてもやっぱり車はね必要なので、結構まあ取らないといけないんですけど、なんかこれから引くか、私はちょっと何をするか決めてないので、まあ、東京に行くのか、それともなんか違う、なんか地元に残って何かをするのか、そう、なんかもうそういうのを全然全く今、まあ、なんか こういうのやりたいなって大まかなものはあるけども、なんか実際やってみてどうなるかも分かんないし、
そう、いまいち決まってないから、まあ必要なタイミングで。まあそうね、就職のために車の、あの免許ね、取る人もいるみたいだけど、重機の免許するかな、使うかな、ひか使うかな、重機なんて。まあでも何かしら資格は欲しいですよね。うん、何かしら、なんかその食事面でヒカは本当はあの資格が欲しい、何かいろいろあるじゃないですか。ヒカちゃん好きな色、ヒカの好きな色、割と何でも好きだけど、まあ、強いて言うなら黒でも多分黒だったらダメなんだよね多分。うん、まあでも黒じゃなかったら暖色系、オレンジとか赤とか好きです。栄養士、でも栄養士はね、多分ね、学校行かなきゃダメなんじゃないかな。うん、だからなんかもう本当に自宅で勉強して、なんか別に持ってなくてもいいけど、まあなんかちょっと生活のね役に立つよねくらいの、そう、資格が欲しい。ヒカはね、やっぱり食べることが好きだし、なんかそういう系を勉強した方が頭に入るのかなと思って。そう、ヒカもやっぱり知識知りたいし、そう、なんとかマスターとかあるじゃないですか。あれオムライスから赤キーでしょ。まあそうなんですけど、うん、なんか好きな色としてはちょっと違うっていう、ごめんね好きな色としてはちょっと違うんですね。食べるのは大好きです、オムライス。調理師免許はね、多分学校行ったり、そのどっかでその調理のところで2年働かなきゃいけないとか、そういう条件があるんです。割と結構普通には無理だった気がする。なんか多分専門学校行って取るのか、まあ自分で勉強して、なんかバイトか、なんかそのどっかにね就職なんかしてやるのかがあるんですよね。結構厳しいんです。だから応援するときは何色がいいか。そう、なんかサイリウムの色ね、私ね、なんか赤と黄って言ったんですけど、なんか被ってるんだよね誰かとね。ちょっとだから今回はちょっと内輪か何かを、まあでもとりあえず赤、あーでもどうなの、なんか赤キーもあの持っててって言ってさ、誰かと被ってて、なんかその誰かのファンをなんかめちゃめちゃ光のファンだイエーイと思って、なんかあれじゃんそう、それはなんかあれだなと思って専門学校に行くのが無難。え、まあそうだよね、まあ、今のところ専門学校はちょっと行かないですけど、赤と黄色はナナシちゃんって言われてるよねやっぱり。なんでやっぱりうちわとかなんか光るんグッズをやっぱり掲げていただくっていうのが一番いいんですけど、うちは光るんがいい。あ、全然何でもいいよ、光るんでも光でも平野でもいいし群馬りが調理師学校に行った、あ、そうなんだ、やっぱりそうだよね、すごいな。うちは見えるかな。そう、それもなんかね、なんか場所によってなんだよね。暗く、会場もやっぱりちょっと電気を落としたりもしてるし、うん、ちょっと考えましょう。
今後ステージからだとどこまで、でも2階の前方は見えますよ普通に。後方はねどうなんだろうね、ちょっと今行ってみないとわからないって感じ。表光る裏平野にしようかな。あ、いいよ全然、嬉しい。スケブに光るのない、あ、楽しみにしてます。いっぱい書き綴って。目がいい方か、いい方ではないけど、でもそれなりに見える人です、それなりにそれなりに、うん、めっちゃなんかすごく悪くて、もうなんか近くとかも全く見えませんとか、コンタクト入れてますとか、そういうレベルの人ではないので、まあ普通に見えますよって感じ。ぜひなんか皆さんこれからなんかイベント来る時とか、他のねコンサートで参考になればぜひ覚えておいてください。そうね、頑張って見つけますよ。しかも神奈川ね、ピアアリーナなんか、しかもどんな広さか全然想像できてない。そう、出る人がそれはどうなんだよって思う人もいるかもしれないんですけど、ちょっと想像できないな。できてないな。あ、ハートありがとうございます。かなり広い。じゃあちょっと本当にもう望遠鏡持っていこうかしら。もう探す気満々だよね。持っていきたい、みんな見たいもんだって。うーん、あ、テントありがとうございます。そう、ステージから踊りながらね。あ、双眼鏡、まあ何でもいいよ、見えるのなら何でもいい。持っていきたい。踊りながら見るから、全力で。やばいやつだ。いやでも本当にやっぱりなんか見えないとかももちろんメンバーではねあったりもしますけど、皆さんと一緒で見たいって気持ちは本当にたくさんありますから、メンバーも。お互いにね、やっぱりファンの方一人一人見たいし、たくさんねやっぱり自分のファンの方もファンじゃない方もいっぱいいる、そう送りたいなってみんな思ってるし、そうね、だからねやっぱりね見たいんです。探したいんです。照れなくていいんだよ、もうね全力で手振り返してくれていいから。もうしかもね、見つけたら全力で手振ったりさ、ピースしたりさ、ハート作ったりするからさ、もう全力で返して。本当にそれでいいよ。もうこんばんは、あ、テントありがとうございます。ここが全力でガッツポーズしちゃう、しちゃってしちゃって、もうしちゃって、思いっきり手振るしてください。もう指ハートもいい、いいですよ。そう、なんかでも本当に
やっぱりそうレス返しをしてほしい。やっぱり気づいてるかな気づいてないのかなってこっちもなっちゃうのね。やっぱりスンってしすぎてると、だから何かしら、まあ、笑顔でもいいし手振るでもいいし何かしらちょっと反応が欲しいなって思います。そうスンってしてるとあれ今目合ってる大丈夫大丈夫かなってなってるからね。そのレスが自分の後ろの人に向けてだったらネガティブなことは考えなくていい。もう自分だって思ったらもう自分でいいんだよ。そしたら多分もし自分じゃなくてその後ろの人でもその下とか、まあ、隣とかでも手振ってたら気づいてくれるから、絶対みんな気づいてくれるから、そのねレス送ってた子はこうやって気づいてくれるから大丈夫そう大丈夫ですよ。なので皆さんぜひよろしくお願いします。メンチ切ったみたいな全然いいよ全然いい。でもね口元だけはちょっと笑顔見せてくれると嬉しいですあしたの朝ごはん何食べよう急な話題が急な話題か話題会が こんばんは。カレー？カレーじゃない。いやなんか一つは決まってるんです。お刺身食べるんです。ブリのお刺身があって、最近ねちょいちょい朝にねお刺身食べたりするんですよ。なんか朝食べるとすごい脂肪を燃やしてくれる、脂肪を燃焼してくれるみたいな。そう。いいらしくて、お刺身ってめちゃめちゃいいらしくて。海鮮丼日かね、おにぎりじゃなかったご飯あんまり食べないんだよね。あ、テッドありがとうございます。朝にぶりです。何食べよっかな。今日の朝はねなんかサラダとお刺身となんだっけ、あと卵焼き食べたんです。綺麗に焼けた卵焼きを食べたんです。そうお兄ちゃんのね弁当用だったんですけど、いつもね端っこをね切って、端っこっていうか、まあ、4等分にして、その端の2つはね誰かが食べるんで、今日はそれを私が食べました。そうプラメド送った卵焼きです。すき家の牛丼でしょ。すき家近くにないんだもん食べたいけどね。すき家まあちょっと大きいのは無理だけど。兄ちゃんの弁当作ってるの？毎日じゃないです。そうひかでもともと料理が好きなので、なんか土日とかなんかやりたいなと思ったら、お母ちゃんに作っていいって言って、作るねって、作っていい作るねって言ってひかが勝手に作り出しちゃうの。そう卵焼きを諦めてスクランブル焼きになるパターン、ならないならない。本当にひかで卵焼きはねマジでめっちゃ綺麗に作れる自信があるから、そうもうねみんなに見せてあげたい。中学校の時卵5個使って調理実習だったんですけど、卵焼きを作ってくださいみたいな調理実習があって、もうね私の班は私が作ったんですよ。超絶もう一番綺麗にできたから、もうその卵焼きを見せてあげたいそう卵焼きはね好きですね。作るのも食べるのも楽しい。やっぱりお料理は。あーギフトありがとうございます。今から作る？今からは作らない明日の朝ねでも多分作るんです。また何入れようかなと思って。一昨日はネギだったんです。で今日はチーズだったんです。明日じゃあ何にしよう。
やっぱりなんか入ってる方が好きなんです。ハムチーズだとか、まあベーコンとチーズだとか、ネギ、明太子、他にいつも何入れてるの、あ、紅生姜とか好きなんです。紅生姜に、紅生姜あるかな、紅生姜ある、あ、え、ツナ美味しそう。あ、ツナ作ってくれたな、お母ちゃんが一回。ツナマヨいいね。あ、ツナマヨにしようかな、明日。どうしよう、紅生姜あったら紅生姜にしようかなと思ったんだけど。たらっか明太子ないんです、実は今お家にないんです。そう、たらこ明太子美味しいんですよね。あー、うなぎね、なんかあるよね、うまきって言うんだっけ、なんかあるよね、したことない。なんかまず家ね、うなぎを食べる習慣がなくって、まあ何回かね、その何ですか、土曜の牛の日だっけにね、 お兄ちゃんがうなぎを買ってきてくれたことはあったんですけど、基本的にいつも食べないので、あんまり。そう、ね、卵焼き好き、大好きか、美味しい。あ、テントありがとうございます。静岡、え、そっか、うなぎ有名なんだっけ、いいね、美味しいうなぎ食べたいそのお店にうなぎを食べに行くっていうのをしたことがなくって、いいな。あ、お猿さん、おっきい、こっちこっちあ、テントありがとうございます。煮卵好き、煮卵好きですよ。たまに自分で作る、なんか鶏ももとかでチャーシューしたのにそのまま汁につけたり、まあなんか煮卵だけ作る時もあります。そう、その煮卵でご飯食べたりするの美味しいんですよ。うん、だから前日から仕込んで、明日はご飯を食べるぞと思って煮卵でご飯を食べる。あ、星ありがとうございます。今度またドボン配信しようよ。いいよ、しよう、しましょう、私ができる時にしましょう。テントありがとうございます。あ、そぼろの卵焼き美味しい。え、一回したことある、いや一回じゃ、何回かしたことあるかも。美味しいんですよね。なんか家でそぼろが余っちゃって、あ、もうそろそろ食べきらなきゃいけないと思った時に、混ぜちゃえと思って全部ガーって混ぜて焼いたら美味しかったそう。あ、テントありがとうございます。明日チャーシュー作るかな、いいね、チャーシュー美味しいんですよ。か、鶏もものチャーシューが好きです。テンション高め、テンション高いよ。具を入れると卵焼き難易度上がらない、上がる、上がるよ。ちょっと巻きづらくなったりするんですよ、チーズは特にかな、巻きづらい、チーズは本当に巻きづらいそう、そうね、卵焼きは確かに家によって個性が出ます。ひかの家はね、甘くない、だから昔甘い卵焼きが苦手でした。なんで卵焼きなのに甘いのって、
そう思ってた。そう今ではね全然お寿司屋さんの卵焼きとかめちゃめちゃ好きなんですけど、そうスーパーで売ってるお寿司のパックとかね、卵焼きとか結構好きで食べるんですけど、そうでもねやっぱり多分普通のいつも甘い卵焼き食べてる方からしたら普通なんですよね。ひかの家はね基本的に昔はあの白だしにちょっとみりん入れてだったんです。今はねお醤油ですね。お醤油がすごく美味しいので、ひか家のお醤油めちゃめちゃ好きで、お醤油がすごく美味しいので、もう卵にお醤油ちょっとあのちょっとね回して焼くだけでめちゃ美味しいんですよ。逆に甘い卵が焼きで育ったから甘いのが普通だと思ってた。だよねやっぱりそうなるよね。そうだからひかも甘い卵焼き食べた時はちょっと衝撃でした。家のと違うぞなんでと思ってて、美味しいんですけどね今になると。どっちもだし醤油かなかな、なんかちょっと甘めのお醤油で。そう少しね。本当にいいよな。アンパンマンみたい、ほっぺた。九州も甘いよね。そう知ってる。がだから甘い醤油が好きなんです。だからちょっと関東のお醤油、東京とかでちょっとお醤油なんかスーパーとかにあるお醤油とかを使うとちょっとしょっぱいな辛いなって思うんです。そうこれもやっぱり地域の違いですよね。そうやっぱり甘い醤油苦手っていう方もいるじゃないですか。そうやっぱり育った環境というかね、場所によって違いますね。石川は辛くない、どうなんだろうね、辛くはないと思う。うん、甘いかどうかちょっと分かんない、どうなんだろう。ひかの家のは甘いですけど、そうね、チューブは確かに両方かもね、どっちもあるかも。なんかお餅とかもやっぱり地域によって違うじゃないですか。丸餅か角餅、四角の餅、これ石川はね混ざってるって言いますし、どっちもうん境なのでね。ね、なんかいろんなお醤油なんか食べ比べ、なんかお醤油を食べ比べっていうのも変だけど、なんか比べてみたいな。お刺身とか食べてこんな味がする、こんなね、お塩とかも結構違うじゃないですか。そう聞いてください。なんかねこの前まあなんかいいお塩をね、結構前のいいお塩をちょっと買ったんです。味やっぱり違うのかなと思って、だからあのちょっとお高めのねお肉買って焼いて塩で食べようよってなってちょっといいお塩を買ったんですよ。まあ いつもの家のは普通のお塩なんですけど、でしばらく置いてあったんですね、いいお塩、なんかちょっとお高いやつ、そう他のよりちょっとお高いやつを買ったんですけど、そうで
まあ家のは普通ので、なんかいつの間にか、まあ、お塩がね、いつも常備してあるお塩が切れちゃったんだろうね。なんかある時なんかいつもと違うお塩が、そのね、なんかいつも箱みたいなのにね入ってるんですけど、入ってるな、なんかこれちょっと見たことあるようなお塩だなんと思って棚を見たんです、そのいいお塩が片付けてあったところに。見たらいいお塩がいつの間にかなくなってて、ないと思って、あのだからその普通のいつものお塩が切れちゃったから、おばあちゃんがこのお塩でこのお塩使っちゃおうと思ってあの入れちゃったらしくて、箱のところに嘘だと思って、お肉、私が美味しいお肉を食べるために買ったお塩だぞと思ってだから今でも我が家はちょっといいお塩が入ってますちょっとお高めのいいお塩が入ってます。そう、ショックでしたそうショックだった、ちょっとせめて一言くらい言ってくれと思ってで、そういうことがございました。あ、クローバーありがとうございます。あ、お猿さんもありがとうございます。まあね、仕方ないよね。しかもお母ちゃんもおばあちゃんにそのことを伝えてなかったから、まあ仕方ないと思いつつまあでもまだあるわけだから、いいお塩は、いいお肉で、いいお肉で、お塩でパラパラって焼いて食べよう まだ食べてないんです、食べてないから。ストーシオは買い置きしてないと、いや、いつもね買い置き大体してあるんですけど。あ、テントありがとうございます。買い置きしてあるんですけど、まあ、珍しくおばあちゃん忘れてたんでしょうね。そう、きゅうりの塩もみとかにね使われてる、めちゃめちゃ使われてる。てか主な使い道そこじゃないかな、塩もみ、塩もみとか、なんかそのあの何かをあの茹でる時、まあ、ほうれん草とかでもあのお塩とか入れるとちょっと色が良くなるとか言うじゃないですか。そういうのなんだろうな使い道、パスタとか茹でるのとかさ、そういうのにねいっぱい使われてんだろうなと思っております。高いところからこうですか、これさ肘経由しちゃわない、もうちょっと前に倒せばいいのかそう、贅沢ですよね。そう、ブロッコさんとか、つい昨日かな、ほうれん草茹でてました。お母ちゃんほうれん草茹でてたよあ、テントありがとうございます。お母ちゃんほうれん草茹でてましたね、使われてたんだろうな何回か、なんかインゲンみたいな、サヤエンドウかな、なんか出てたよ、使ってたんだろうなってね、今思えば結構いろいろ使ってんなって思ってるそう、そう、ブロッコさん、ブロッコさんはマヨネーズだよね、マヨ醤油が好き、マヨ醤油、マヨだけじゃちょっと物足りないので、私はちょっとだけ醤油をね垂らして、美味しかった、美味しいですよ。でもいつもお母ちゃんとおばあちゃんの作る料理は美味しいので分かんないです。そのお、いつもと塩が違うぞ、この美味しさはとか思わないからさすがにさ、そこまで味覚発達してないからさ、めちゃめちゃ発達してる人ではないからさ、お、いつもとなんか違うなっ
とかはごめん本当に思ってない。だからやっぱり塩単体で食べなきゃダメなんですよ。だからなんかシンプルに焼いて塩つけて食べるとかさがいいんですよ。わかる？みんなわかる？だってこの いつもと違う塩使ってんなとかさ、わかんないでしょ。ごめん、ヒカは本当にわかんないから無理だ。ね、本当に相当よ。このお塩がねとか言い出したらね、すごいと思う。うん。こんばんは。違いのわかる男です。お、じゃあ今度ね、炒め物に使おうかな。炒め物に使うからどっちがどっちか当ててもらおうかな。もう隠し味程度に入れとくわ。見分けてよ、ちゃんと。スイカ、もうスイカの季節だね。スイカか、食べたい。かも、そう、この前スーパー行ったらもうスイカ売ってて、うん。みんななんか塩の違いより当てるか当てられるか当てれないかより、なんかヒカの料理を食べたいに変わってんじゃん。食べれるのいいな。みんな参加できないよ。私の家族くらいよ、参加できるの。よし、スイカ食べたい。もう夏だよ。カルンカフェ、なんかまあみんなに作ったもの食べてもらいたいなとは思うけどね、なかなか機会がないもので。しかも今はなんかね、ちょっとこういう世の中なのでちょっといろいろ心配がね。オムライス、あ、ごめん、オムライスはね基本的に私食べる専門です。作りません、自分ではあんまり。あんまり本当に作らないです。めったに作らない、ごめんなさい。そう、本当に、いや、これ結構本当で、オムライスよりもハントンライス派になってきた。あ、石川に染まってきてる、いいじゃん。いや本当になんかたまに自分で食べたいなと思って、そういう時お母ちゃんがいなかったら、まあ、パパパッとまかない、もうなんかスクランブルエッグ状にして上に乗っけて食べるってことは本当にたまにしたけど、基本的には自分で作りません。そう、お母ちゃんかおばあちゃんですね。まあでも最近はお母ちゃんが多いかな。お母ちゃんがねチーズ入れてくれるんです。チーズ入れたら美味しいんですよね、オムライス。家のはね薄焼きなんですけど、薄焼きのやつを巻く感じなんですけどね、その卵焼いてる時にチーズをパラパラッと、でご飯と一緒に包んで美味しいんです。ミライスにはデミグラスいい。あー、デミグラス派ですか。ヒカはね、まあ、デミグラスもね好きなんですけど、オムライス全般大好きなんで、
でデミグラスも好きなんですけど、やっぱり一番はトマト系ですね。まあケチャップでもいいし、トマトソースとかでもいいし。30分になったらランキング見ますね。ちょっと私の目がだんだん開かなくなってきた。そう、ちょっと今画面を見て思った、私の目開いてない。やっぱりライト赤と黄色振ります。 OK。 じゃあちょっともう七瀬ちゃんのファンでも私のファンだと思って頑張ってレッスン送るから頑張ってレッスン送るからね、もしナナスちゃんファンだったらぜひ私に教えナナスちゃんごめんなさいナナスちゃんごめんなさい、もしナナスちゃんファンだったら私に教えをぜひお願いします。おしましてもいいからおしましてもいいからね、ごめんなさいナナスちゃんこんなこと言っちゃってごめんなさい。こんばんは。光るんだけど光る推し。あ、嬉しい。一押し。嬉しい。いいよ。逆もありえるってことで。そうだね。そういうこと言っちゃうんだね。ちょっとね。そうだけど、見ないふりしてたのにさ気づかないふりしてたのにさ言っちゃうんだあ、ね、頑張ります。だからあ、テントありがとうございます。頑張るで。みんなでちょっとストレッチしない？寝る前に。もう10時過ぎてるし、私もね多分配信切ってしばらくしたら寝るので、ちょっとストレッチしよう。寝る前にストレッチするとすごくいいんだって。みんな怪我しないようにね。はい、まず上にグーって伸びます。放送事項なんかあったっけ。はい、そしたら、まあ、あぐらかいて、あぐらかいてください。そしたら左手を左側について、まあ腰の横、体の横についてこうやってグーッと倒します。伸ばします。お腹と何ですか、このあたりね、伸ばします。怪我しない程度にグーって伸ばしましょう。ひかね、割ともう全力でいきます。痛くないので。はい、反対。よいしょ。はい、そしたらそうだな、何しようかな。肩回そう。肩
肩を、はい、こうやってあの肩に手をついてください。そしたら肘で円を描くようにゆっくり回しましょう。うん、そうだな、前後ろ5回、前5回、1 2 3 4 5、お、はい、反対、1 2 3 4 5、これはね結構本当にやるといいらしいです、肩回すのは。そしたらちょっと首伸ばそう。こうやってヒカみたいにこうやって手をついて、こうやってグーッとゆっくり首倒します。反対、またね、もうちょっとなんか30秒くらいゆっくり伸ばしてた方がいいんですけど。そしたらゆっくり頭回しましょう。反対回しも。はい。大丈夫ですかね皆さん。終了です。まあ、他にもね割と控えいろんなことするんですけど、まあ軽くみんなができそうなのをちょっと選びました。まあ、ボキボキ鳴るのはちょっと硬い証拠です。ヒカもね割と肩回したらボキボキ言います。それはやっぱりちょっと肩回りとかが硬い証拠。足首とかも回してボキボキ鳴る人は硬いんです。あとはもうヒカはこうやってね、何ですか、ちょうど体前屈っていうんですかをしますね。もう見えなくなっちゃうんですけど、グッと、倒して、そう、もう本当に見えなくなっちゃうので、ここではねしないんですけど、あんまり。いや本当に皆さんちょっと怪我しないようにね、ストレッチして怪我したとか本当にシャレにならんからねそうシャレにならんよ本当にストレッチとかってさ、やっぱり怪我しないようにとかするもんだからねストレッチで怪我しましたとかね、ちょっと本当にシャレにならんよ。だからなんか自分の無理ない程度に、あ、ちょっと痛気持ちいいなくらいのところでね止めてください。それを毎日やってれば柔らかくなりますやるのがなかなか大変。いや、まあそうよね。まあでも時間ある時にできそうだったらで大丈夫ですよ。お風呂上がりとかちょっと時間あるなと思ったら軽く伸ばして、そう、お風呂上がりってやっぱり体が温まってるから伸びやすいというか、いいんですよすごく。あ、星ありがとうございます本当に怪我しないでね。カルン、やっぱ赤いわ。かな。あとはまあ毎日してるからですね、ヒカは。気が向いた時に体伸ばしてこうやって上にグーッと伸びたり、足伸ばして
まあちょっと開脚したり肩回したり腕動かしたり、本当に最近もう気が向いた時にやるので、あとは走る前と後に絶対ストレッチするんです。それしてたらもうなんか気づいたら、あれ光ってこんな体柔らかかったんだっていうことになった。うん、まあね、柔らかくなったって言ってもまだまだですけど、うん、きっと光よりもっと柔らかい人いるし、ゆいゆいとかめちゃめちゃ柔らかいじゃないですか。まだね、そこには多分私は至らないんですけど、Y 字バランスはね、やったことないね、ヒカ。ちょっとやってみよう、後で。メンバーで誰が一番体柔らかいの？誰だろう？なんかみんなで比べたことないからわかんない。誰だろうね。後で検証してきます。Y 字バランス、いやさすがにそこまでどうだろうな、どうだろうな。これ体幹がしっかりしてる。最近頑張って筋トレしてるんです。私ひかさ、じっと立ってられないんです。こうやってまっすぐ立てないんです。フラフラってしちゃって落ち着かなくて、あれひか今揺れてるって、揺れてるつもりはないんですけど、あれ今自分揺れてる、えってそう、不思議だよね。なんかこうとか前に手を組むとか後ろに手を組むとかならできるんです。なんですけど、こうやってまっすぐピンって立つと、あれひか本当に今まっすぐに立ってる、揺れてない自分と思って、本当に、え、でも本当なんです。これ結構昔からでやばいんです。だから体感なかったのかなと思って、それは大丈夫かな、大丈夫かな自分今どうなんだろうね。だからずっとこうやって立ってることで、一瞬とかならできますよ、もちろん一瞬ピッてするくらいでできるんですけど、ずっとやってると、だからチームメイトの光と影の日々あったじゃないですか、公園で。で歌ってから移動してこうやってちょっと立ってる時とかがあるんですね、ところがあるんです。私いつもどこ見たらいいかもわからないし、目の前柱なんです、どこ見たらいいかもわかんないし、じっと立ってられないし、大丈夫かと思ってそうやばい。あ、30分ありがとう、ちょっと頑張りますだからはい、ということでランキングいきます。13位 WY あった影の守護神、32位社員橋徳チームカピバラ、優子さんのしもべ20、噛んじゃったしもべ27号、11位ヒカチューブのみけ、10位炎上さん、9位谷口ひろきさん、8位優子あったヒカチューブさん、7位のたさん、6位まさみさん、5位かぼちゃ先生、4位おにいる大佐さん、3位谷中ひなたまもるさん、谷中ひなたまもるあったヒカチューブさん、2位ひでくんさん、1位ゆうたあとひかちゅーぶさんです。ありがとうございます。そしてギフトいきます。谷口ひろきさん、おにいる大佐さん、そらさん、ぐっさん、ぴーくん2号さん、炎上さん、ちむどんどんさん、ゆうたさん、はねうまさん、谷中ひなたまもるさん、のたさん、ちこちゃん、ひでくんさん、さるきちさん、かしるさん、猫3匹とジョンさん、マスクマンさん、連続ピアノさん、 WY アット影の守護神さん、ゆうこさん、台湾のクーさんかな、
BPM 1883まさみーさん、はるにゃんさん、アプロさん、うみハイパーさん、だよぴっぴさん、にゃんきちさん、かぼちゃ先生、えんじょうさん、香港の JW さん、ピカチューブのみけです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆さん見に来てくださってありがとうございました。いやー、もうだんだん茨城ツアーが近づいてきちゃって、もうね、私はドキ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 、日に日にドキドキしておりますめちゃめちゃ緊張が増しております。ということで頑張りますということでって なんだろうね、はい、ということで本当に皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールームインスタグラム755、ぜひいいね、コメント、フォローお願いしますはい、当選しなかった方、あのニコ生でもね、見れるところがあるので見てください。ぜひお時間ある方、それでは本当に見に来てくださってありがとうございました。おやすみ、みんなゆっくり休んでね。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。イエイ。ありがとうございました。またねー。